バーネット郡はアメリカ合衆国テキサス州の中央部エドワーズ高原に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は42,750万50人であり、2000年の34,147万人から25.2%増加した。郡庁所在地はバーネット市であり、同郡で人口最大の都市はマーブルフォールズ市である。 バーネット軍は1852年に設立され、軍名はテキサス共和国初代暫定大統領のデイビッド・ガバヌーア・バーネットにちなんで名付けられた。バーネット軍庁舎前の退役兵記念碑、バーネット軍のテキサスヒルカントリーをうねりながら進むハイウェイ、奥はロングホーンキャバーン州立公園南北戦争後、元奴隷の中には土地を離れる者がいたが、多くは止まった。 そのうちの一団が、オートミールの東部の土地に入った。1870年、軍の黒人人口は358人に増加し、全体人口の増加と同じような増加率だった。しかし、1880年には248人に減少し、新しく白人が入ってきたので、1890年以降、黒人比率は3%足らずになった。 農園や牧場で働く者もいたが、20世紀への変わり目には、マーブルホールズに移動して、町で働いた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1021平方マイルであり、このうち陸地996平方マイル、水域は25平方マイルで、水域率は2.44%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。